自分指導していく中で、35% 台のストレートを見たことがありますね。135キロぐらいのスピードだったんですけど、 35% から 50% どちらかというとテニスのサーブのような綺麗に出てるように見えるんですけど、これが返ってこない、ずっとこのままの状態で投げてしまうタイプのピッチャーがいまして、彼といろいろ話をしていく中で、親指人差し指をしっかりとキャッチャーに渡していく、あとは力ずくで投げてしまうと、どうしても遠心力に曲げてしまって高いところで離そうとしちゃうんですよね。でそうなると操作ができないので、操作ができないと肩肘の負担もかなりくるので、しっかりとこの手首の位置、手首の向きを、それをキャッチャーに向けてバランスよく投げていくことが投球だと思いますね。彼は徐々に克服していって 90% 台に乗って、90後半になった時に155キロ付近までボールが出るようになったの でスピードも20キロぐらい上がったんですけど、それは本来持っているポテンシャルを今まで出せてなかっただけで、そういったところに着目していくと怪我なく成長する本来のポテンシャルを引き出すことができるのかなと思いますね。